フー・エミ・アは、1998年制作のジャッキー・チェン主演の香港映画。南アフリカで活動中に、事故で記憶を失い、一人ぼっちになってしまった、亡国特殊部隊の隊員が、自分の蘇生を求めて、旅に出るといった物語。アジアのタカシリーズ以上の本格的な、国際間ストーリーと、ロケーション、激しく奇想天外な格闘アクションや豪快な、 カースタントの数々などにより、ポリスストーリー、香港国際警察以外のジャッキー、現代劇作品の中でもファンの人気が高い。クライマックス、オランダの高層ビル上で展開する過激なスタントアクションは、ジャッキー自身が選んだ傑作スタント10本の一つに数えている。ジャッキーの90年代の集大成と言われているのが本作である。 ここで共に監督をしたベニーちゃんの腕を買ったジャッキーは後にも彼と組むことになる。日本では諸事情より1年半年で遅く公開された。日本出身のタレント、ミシェルフェルと山本未来の二人がダブルヒロインとして登場。ミシェルと山本は本作の日本語吹き替え版で自身の役を自ら吹き替えている。ビデオ DVD、ジャッキーチェンマイスタントの弟一貫に 本作のカーアクションやビルの屋上の対決シーンのメイキングが収録されている。南アフリカで作戦中の亡国特殊部隊を乗せたヘリが遭難した。やがてただ一人生き残った隊員523号は地元の部族民に救われるが記憶喪失になり自分の名前も蘇生も忘れてしまう。部族民たちに名を聞かれた523号が思わず俺は誰だと言ったため。 そのまま通りなが、風アムアイとなる。自分の蘇生を知るための旅に出た。彼は、近隣で開催されていたラリーの選手、ユキヤ新聞記者のクリスティーンと出会い文明社会へ戻る。やがて彼の前に、CIA のモーガンという男が現れ、ある秘密を守るために、風アムアイを暗殺しようと迫ってくる。ありがとうございます。